天のくれげ日記始まるよ。はい、どうも本店です。今回はメムチョ取ってきたんですけども、ラウンドワンさんに行ったところ、このように放置されている台があったので、ちょっとプレイしてみました。で、1点目ついてみたらですね、結構動きが良かったんですよ。まあ、なので続行したんですけども、ペラワに入れてもね、こんな感じでいい動きということで、でもこれはどうしたんだラウンドワンっていう感じなんですけども、はい、なんとそのままね3手で起こすことができました。チャンネル登録よろしくね。はい、個数制限が3つまでだったので、まあ、もう1個ぐらい取っていこうかなっていうことでプレイしました。これですよ、初期位置からついてもなんかめっちゃ動くんですよね。ペラワに入れてもめちゃめちゃ動くということで、これはいい設定だったんじゃないかなと思うんですけども、このブースだけね、加工制限が結構緩かったんですよね。他のブースはそんなに緩い感じはなかったんですけど、このブースだけ加工制限が緩かったので、まあ、それがね設定ミスなのかどうかはちょっとあれなんですけども、まあ、それなのでこう月がねかなり強めに使えていいブースだったんじゃないかなというふうに思います。あまりね僕はラウンドワンさんで設定ミスみたいなのはねそんなに出会うことがないんですけども、まあ、今回はちょっといい感じにあったので、まあ助かりました。メモ帳結構どこ行っても難しかったりしたので、まあ持ってなかったのでこれは嬉しいかなと、はい、ゲットすることができました。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。今回の動画はここまでとなります。天のクレゲ日記ではこれからもですね、クレーンゲーム動画、一番くじ動画、あとカードの開封動画など上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、テンゲームズという別のゲームチャンネルも行っておりますので、ぜひそちらもですね遊びに来ていただいて、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。ゲームはですねホラーゲームを中心に遊んでおりますので、ホラーが好きな方、いや苦手でも楽しめる内容となっているはずなので、ぜひぜひ遊びに来てください。 Twitter、TikTok、インスタなども行っておりますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。